長いお話の中から、魔術の名人マーキー平九郎とそしてゲロウのドド兵の、旅の話でございます。大井川の一席の時間まで。で有名な箱根八里はまでも越すが越すに越されぬ大井川家内の宿まで来た時に、旦那腹減りましたね。減ったの。昨日から何一つ口に入れちゃいないんですよ。旦那もうこうなったら面倒だ。あそこに見えるあの宿屋、今晩あそこに泊まりましょうか。泊まると言ってお前金はあるのか。ありません。偉そうに言うな。ありませんけど、泊まるだけ泊まって金払えたらありませんって言うしかねえでしょう。石川五右衛門でもないものは取れん。とんでもないことを言い出したなお前は。まあとにかくいて話してみますから。ドド兵、宿屋へ来て訳を話して頼んだから物の分かった宿屋のご亭主。ああ、旅先で金がないほど辛いことはない。いいからお泊まんなさい。その代わり食べるものは何にもないよ。優しい亭主のおかげで久しぶりに布団の上へ寝ることができた。夜が明けて、さて出発しようと思って表へ出てみると、ザー、ものすごい雨。川止めで6日間も足止めを食らってしまった。空腹を通り越して物言う元気もない二人、前へパターンと倒れないように
火箸で顎を一回ごして。どうどよ。減ったの。減りましたな。旦那。旅は多いもの、辛いもの。旅先で金がないほど辛いことはないの。旦那。勘弁してやっておくれ。当たり前なら、讃岐丸亀十八万石の馬術師なんて500石。日本一の馬の名人の名さんが、足が家中一の青井源三郎という侍と喧嘩して傷をつけた。中元下郎の分際で武士たる者に傷をつけるとは不届きなやつ。平九郎、その方の中元の首を打つか、五百石を返上するかと言われた時に、旦那、人の命は金では買えない、五百石は返上いたしますと六を投げ出しちゃったんだ。あっしゃびっくりしましたよ。だから、なんとか旦那が世に出るまでは、あっしは身を粉にして働こうと。ねえ、身を粉にして働こうと。牙って物言ったらクラクラしてきた。旦那、もうちっとの辛抱だ。間垣平九郎が丸亀を浪人したと、日本中の大名が知ったらば。何？では当家では500石、いやいや当家では700石、いやいや当家では1000石と。今にわんさわんさと押し寄せてきます。それまでの辛抱で、歌の文句にもある通りも、宅隅も、元は咲かした桜花、月を招いたすすきでさえ、今じゃ刈られて隅田原、ああこりゃこりゃ。くだらぬことを言うな、腹に響く。日本一の間垣平九郎も腹が減ったのには困り果てた。どうせ猫じゃないけど、段橋を四つん這いになって降りてきて、宿屋の主人のところに来てみたら、宿屋の主がびっくりして、お前さん方まだおいでたんですか、6日間何にも食わんで、ああかわいそうにかわいそうに、あ、お鍋や丼に冷や飯いっぱい持っておあげ、たくあん一本つけて、ああもう何でもいいから早くしなさい。丼にいっぱいに持った冷や飯、たくあん一本、もうどどへだんばしごかけがだだ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 飯です。国にいるときは何とも思わない。これはこれは飯殿、お懐かしゅうごだ。何言ってんでしょ旦那、ちょっと食っていくぜ。ちょっと食っていったってね、パーッと食っちゃいけませんよ。よーく噛んで、噛み噛みして食わないとみんなりませんよ。だだだだパーッと食っちゃダメだって。あー飛ばしたか、あー飛ばしたか、ごめんな。平九郎が半分、どの兵が半分、外はいつしか静かになった。雨がやんだじゃなかろうかと障子を開いて表を見てみると、ダダ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 ダ、雨はやんだんですが、檻から駆け行く野獣馬連中、喧嘩だ喧嘩だ喧嘩だ、行ってみろ行ってみろ、喧嘩だ。何喧嘩？あの喧嘩を仲裁したら飯が食えるかと。ダダ、いい影だ、ちょっと待ってておくねえよ。飛んで降りたとかに、矢島と一緒に走ってくると、黒山のような人だかり。どいた、ひらいた、そこの板と、人を仕分けて、どどえいが、中を覗いてみるならば、喧嘩と思えば、喧嘩じゃない。ものすごい音を立てて流れる川のドテップチ、杭が5、6本打ってある。その杭につないだ2頭の馬、その1頭にまたがった年の頃なら15、6の若い士が、濁流渦巻く川目がけて飛び込もうとしている。馬の靴をしっかり握った62歳のどっつぁんが、こりゃせがれ、無茶なこと言うちゃいかん、おどっつぁん、お前の気持ちはよーくわかっとる、だがのお前
懸命止めるやつをドド兵が、とっつぁん、おい、どうしたい、え、んこの若い人はこの大水に大井川へ飛び込むと言って聞かねえから止めてくれ。おお、分かった分かった、今止めてやろう。おい、若いの、こんな大水に大井川へ飛び込んだら日本人は濡れちゃうよ冗談だよ、今止めてやるから待ってられ。でも、とっつぁん、止めてやったら、飯食わすかい？はぁ、飯、こんな時に、はいはい、ご飯くらいはいくらでも、おぞやっただけど、とっつぁん、こんな大水に、こんな年半もいかねえ若い人が大井川へ飛び込むなんてのは、何かよっぽどのわけがあるにゃちげえねえが、よけりゃ話さねえかい。できりゃ、力なんてやるぞ。よくお尋ねくださいました、旅の人。語ればみんな、涙の種。ちょっと待て。語ればみんな涙の種って、語らねえうちから泣いてんじゃねえか。いいか、語ってから、ゆっくり泣け。なんだこの人は人が悲しい。はいはい、わかりました。語ってから、ゆっくり泣かしてもらいます。はい、私はこの川向かいの吉野村、名主は田辺五右衛門の、水を分け合うことになる。毎年毎年二つの村が催す馬のかけ比べ、勝ったその村先に田んぼに水を引く、負けたその村必ず不作。不幸なことに私の村は4年続けて負けました。今年負けたね、その時は村人一同餓死をする。隣村に負けないような立派な馬買いたいけれど、4年続けて負けたため、そんなお金はどこにもない。見るに見かねた名主の娘、今年は今年が17の花のつぼみの女様が、村のためには帰られぬ、江戸で名代の吉原へ2年の年期で50両前借りなしたそのお金、これで名馬を買い求め、掛け馬に買ってくださいと涙で受け取る50両。できたけど、馬鹿う役は誰が行くと言われた時に、旅の人、主人の娘が2年の苦労、下男の私がどうして黙っていられましょう。馬鹿う役は私にとお受けいたして、我が家へ帰り、せがれに話をしたならば、聞いたせがれが喜んだ。とちゃん、おめえいいことをしたな。俺も一緒に行ってやると、二人並んで東海道。やってきました。
県の沖島山のそのふもとで生まれてこの方ひとたびも負けたことないミミジロに半月という二頭の目は35両で買い求め喜び勇んでようよ戻った
女大井川なんてのもんね、春の女みたいなもんよ。あちょんちょんやちょんってなもんよ。あぴょんってなもんよ。そのガイドさん、飯だけは頼む。はあ、また飯でした。はいはい、ご飯くらいはいくらでも。よかった。じゃあ、とっさん、いいか、ここで動かないで、え、待ってよ、今、俺が旦那呼んできてやるから、いいか、で、で、行って、行って、やい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 、なんだって人の、おお、ブルさん、旦那、来てたんですか、どうだ、どうぞ、飯になるか、なりますなりますよね、旦那。今度の飯はちーっとばかり、骨がある。こういうわけ、ね。あのかわいそうな親子助けると思って、この大井川、向こう側へ乗り切ってやってくんない。丸亀を出てから1年、だがいっぺんも馬の手綱握ってんねん。久しぶりに腕試し、えっ、あちょちょんがちょんとね、あぴょーっとね。なのへ、へい、お前、わしにあの馬に乗ってこの大井川を乗り切れというのか。へい、バカ者、よう見てみ、水に混じって材木が流れてきている。あれが一本でも馬の火腹に当たってみ、いくら命があっても足りんわい。飯も欲しいが命も欲しい。おすまんな、断る。敵がくれたまがくれ、二つの極意を盗むため、四年前から入り込んで苦心をいたすドダヘ。四年の間に盗み取ったる間垣一流の馬術の極意、今この大井川で見せてやったら定め平九郎驚くだろうと。時は寛永17年12月の13日、濁流渦巻く川にらみ、すっくり立ったドダヘの雨粒だって震える背中を、ピシャピシャみぞれが打ちアタック。
一番乗り切ってやろうと思う。へえ、せがれを引きずり下ろし、ミミジロと名付けたる。馬の腹をびしめん直す。たてがみつかんで馬の癖。じっと見ていたその態度。横で見ていた平九郎、やはりな。こいつ普通の下郎じゃない。馬上の人、手綱を絞った大坪本流の極意を出す。手と手の間が六寸、手と胸の間が六寸、手と馬の間が六寸。これ大坪本流三歩六寸の攻め方なあり。地の利を生かして足がダメ。はい、はっ、はっ、主目なりなる大罪。
目見るなり、へえ、クロマ。どどよ、危ないあの材木。早く川さんが命はないと注意与えてもらったが、ママにならぬは疲れた体、材木どんどん迫りくる。見てはたまらん、へえ、クロ。ドドが乗ったり耳次郎の馬の靴を左で取って、残る右手で我が乗る半月、二度の駒の手綱をさばき、流れ来たった大材木を際どいところでと一声ひらり交わした音立てながら待ち受ける。ここまで近くに来ていたら嫌な王でも逃げられぬ、他のものなら命はないが、マガキ治癒の馬術の極意見せてやるから、どの栄養極意を盗むはこの時だ。駒の手綱をさばき、酒巻く渦のその